いやー、5月になっても寒いままですね。どうもこんにちは、キチカです。今日もカナギやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。名門になった初の選抜でございます。よろしくお願いいたします。やっていきましょう。こんな感じでございまして、誰で行こうかな。まゆみさんか。まゆみさんっぽいですね。2番まゆみさんでいきたいと思います。え、ミシラ、さすがにちょっと調子が悪すぎたんで先発を宮野にしてきました。よろしくお願いいたします。さあやっていきましょう。そんな感じでございまして、今日も全力でいきたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価、そしてコメントしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。教えてほしいでございます。やっていきましょう。もう勝てるべ、さすがに勝てるべ。まゆみさん、まゆみさん行っといで。沢村、お、沢村さんじゃん。この沢村さん正直そんな強くないよ。いけるよ。現実の沢村さんとはまた別物だからね。先発か。巨人時代だな。もう今となってはね、球界屈指のリリーバーだからね。なんか先発やってるとなんか巨人時代だなって感じがしますね。先発適性あるの、まず。あ、そっか、あれだ。手がないんだからあるわ。フィールディングそんなだね。オッケー、オッケー、うまい、うまい、うまい。オッケー、あざーす。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 竹原。初スタメンよ。転がそうか。初スタメン、初スタメンではないか。オッケーオッケーオッケー。ナイス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 。広角ついてっから、彼。彼、広角ついてっから。お声るい。お声るい。お声がかかりました。ね、ぶっ放ってほしいんだよね。巨人でいっちゃおうや。オッケー、うまい。ナイスだぜ、ナイスだぜ。パワフル魂、ナイスだぜ。酸いも甘いもで、宮野、転がそうかな。転がしとこうか。オッケー、抜けた。いいね、いいね、ナイスだぜ。酸いも甘いも、なんかすぐ甘いもん。男は汗かいてペソかいてくる。いや、いいね、繋がるんだよ。これが 5G じゃないです、 6G 打線。もう 5G を超えました、私たちは。 OK、 いいね、みんな繋がるね。何年だ、甲子園最多って何年だなんだよね。なんか連打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 でいいよね。くせ者、なんかあれだね、あれみたいだね。太鼓の達人、今思い出したわ、対達みたい。なんとアンドラン、オッケー。あー、連打止まっちまった、連打止まっちまったぜ。どんまい、素晴らしいね。全然ヒットになるじゃないけどね。で、まゆみさん、まゆみさん転がせ。アウトにはなってるけど、オッケー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 。そう、アウトにはなってるけど、アウトのなり方が素晴らしいっていうね。こっから先のアウトのなり方、素晴らしいアウトのなり方あるか。ないな、もう一個あるけど、つないでアウトみたいな。ツーアウトからのさ、このアウトは仕方がないみたいなのってないよね。ファインプレーぐらい。瀬戸口、お前魔物持ってんのか、地獄だな。オッケー、チャンス F でも打てんじゃん。瀬戸口、この間特定状況下以下で最強ですみたいなんだけど、チャンスだと全く打てないよね。ぶっ放てるか、犠牲フライでぶっ放そう。オッケー、いったでしょ、いったでしょ。これは上がりすぎてない。リーズイズゴーン、マンレオブラン、強っ強っ強っ、すごっ強っ、これは強いわ、やばくね、強っ。オッケー、やばくないか、全くアウトになる気配すらしなかったもんね。これが1年前まで最弱だった高校だぜ。みんな亀、転がすぐらいが一番いいか、アンパイな気がする。転がして死ぬいだ、最低。オッケー、いいいいよ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 。まゆみさん待ってくれね。ナイス。なんか野球の話でもしようかな。今ホークスがさ、なんとですね、今2番にずっと川瀬さんが起用されてるんですよ。あ、ちなみに今日5月の12日なんですけど、今私いるのがね、いる世界線がなかなかすごいなと思って、ようやく光くんにも目が当たるようになってきたんだよね。ちなみにホークスアキラって文字が2人いるんですけど、中村アキラさん、そして川瀬光さんのお二人なんですよ。
なんかアキラって書いてる感じの人ってなんか打撃職人感するよね、ホークスのイメージだとね。で、そのヒカルくんとアキラくん、アキラくんはアキラヒカルコンビでもいいかなと思うんだけどね。なんか一番アキラはかわいそうって藤本監督がこの5番でしたけど、どうなんだろうね。栗原さんがね、今正直絶好調じゃないじゃん。だから多分今アキラが5番になったんだろうけど、タツルもね、柳町タツルくんもいいと思うんだけどね。もうちょっと楽しみっすね、これから先が。瀬戸口に回ってくるかなっていうのが先、守り取っときたいんだよね。アウト、ごめん、すごくごめん、いけるかなと思ったわ。あ、9時にアナウンスってしたよ、なんだ今日。滝原はいいや、手高し転がせ、前に、あん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 、おん、おん、味方側だったら大発狂するわ、このヒット。宮野いいね、今日、打ってる。あそこにシューじゃ無理か。走るべきじゃない気がする。よし。さあ、持ち前のファイトが全面。初球を打ちました。宇宙から持っていきましたが、ノーパワー。Yes, no power. No power. No power. パワー、なんか中山きんに君、中山きんに君さんのところに行ってきた方がいいと思う。ノーパワーすぎて。パワーの使い方教えてくださいっつって。オーピック、福国生命。福国生命みんななんか、生命保険とかかけてる？なんか俺、まだやってないんですよ。なんか、ゆうちょ銀行なんか保険1個だけかけてんだけど、そんぐらいなんだよね。そこだったっけな。の保険だけ1個だけかけてんだけど、それ以外なんかかけてないんですよ。みんななんか、保険とかかけた方がいいイメージあんのかね。なんか保険とかで月なんか 何千円とかかかってる人いるじゃん。何千何万円みたいな。将来的になんかそれ返ってくるのかなって思っちゃうんだよね。俺みたいな貧乏人からすると。よし、走るよー。走りまーす。なんとか4番まで回してほしいね。4番まで。瀬戸口まで、ね。頼むよ。魔物使いたいんだ俺は。で、ファイト。ファイト、戦う、まゆみさんの歌を。まゆみさんが歌うんだよー。いけ、まゆみさん。うまい、うますぎ、うますぎ。これで会うのが、まゆみさん神なんだよな。片道でもついてくんねえかな。で、神。亀も流すよ。みんな、今回あれだよね。上位打線、みんな流し打ち方向持ってんだよ。なんか変な感じ。オッケー、超えるこれ。超えねえか。超えねえか。当たり的にはめっちゃ良かったですね。詰まりながらよく持ってったみたいな。よし、甲子園の魔物。ぶっ放そうぜ。オッケー。落とせ。オッケー。これからですよ。皆さん。これからですよ。ちょっと待って、亀と瀬戸口、リプレイみたいな感じだったね。岡田さん。いや、今日は、マジで満塁で素晴らしかった。ワンチャンなんかついてくれたら嬉しいなっていう気持ちも込みながら。セカンドのエラーです。絶望。逆だったら絶望するよ、こんな。竹原。熱血使って、引っ張るのこれ。お任せでいいや。なんか、逆方、好きな方向にぶっ放て。いけ。オッケー。ショート、カバー入った。あ、うまい。全然意味なかった。魔物使ってないときだと点取れる。はい、お待たせいたしました。もうマスクを変えてあります。マスクは彼、西田です。西田、なんで驚異的にこいつ絶不調なんだろうね。なんか絶不調になるようなマスク踏んでないんだけどね。よし、行こうか。どっちの方が強いんだろう。宮野を使った方が強いのか、それとも西田を使った方が強いのか。キャッチャー B だからね、言うて。俺、絶不調の時にキャッチャー B が働くかどうか分かんないんだよね。だから、今日はちょっとおろしちゃった。そこまで詳しくないや。みんななんか、どっちがかかるか教えてね。はい、いけ。引っ張り警戒の内角が最近強いんじゃないかというふうに、ことに気づいてしまった私。まあ、外角の流しですかね。プロスピのさ、リアルタイみたいにさ、こういうのもっと選べるようになったらいいんだけどね。楽しいじゃん。大体ランナーいるときってさ、外野前進とかしかやらせてないからさ、もっとなってくれたらいいのになって私は思います。ありがとうございます。圧勝でしたね。魔物使って取った得点は2点。どっちの方が点高いでしょうみたいなできるわ。よし。お、亀井がチャンスになかった。いいじゃん。それぐらいだね。また皆様次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。バイバーイ。